そういうのまあ騒がしい子なんか自由なわいわいじゃない。気象大学校の授業だとシーンとしてるイメージですけど、ちょっと棒を使いたいので楽しい感じも疎まれる。あ、なるほど。なんかそういうのを呼び寄せちゃうんですかね。はいはいはい。まあ自分と違った組織なりなので密着していたり違った経験を持っている方。あ、なるほど。まあ、30通り結構今日ありそうですね。参加者も含めて。なるほど。はい。あ、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、はい。お得ですか？何が、あ、得？得やってほしいんですね。得っていうのはどういうのが？はい。はい。あ、これ得だと感じていただける感じでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。実験が多い。実験ですか？実験ですか？なるほど。実験しましょうか。楽しそうですね。はい。僕ちょっと実験をしてますよ。はい。はい。あの、こういう無茶ぶりをしたらどう回復するかという実験ですけど。はい。どんどん振っていきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい。世界一アホなんだ。アホですか？アホになれる。はい。はいはい、こんなこと聞いても大丈夫。あ、どんなこと聞きたいですか？あの、僕たまたまあの、はい、テレビディレクターなんですけど、あ、結構あの視聴者の方と、うん、申し訳ない、だいぶこう話し方で、はいはい、言葉の使い方が違うので、こんなこと聞いても大丈夫。なるほど。飲み会行くとあんまり変わらないんですけどね。別に人種が違うわけじゃないんですけど、こういう感じになるとなんかこう急に、なんですかね、僕らもやりにくくなっちゃうんですよ。はい、ちょっとぜひよろしく。ディレクターなんで。はいはい。素人でもよくわかる。はーはーはー。素人、あ、どういう感じ？素人にもいろんなレベルが。はいはい。普段どういうご興味で、天気に操る技術どうしてほしいんですか？なぜ欲しいと思うのかっていうのはありますか？はいはい、今日わざわざ来ていただいたと思うんですけど、普段なら来ない。仕事に行くんですか？仕事は来たことないの。あ、はは。仕事に行くと面白いのかなと思って。なるほどなるほど。普段の得意なのはどういうことですか？得意はないです。じゃあ、まあ、全てあまりにくいろいろこう雑学技法的な。はいはい、分かりました。ありがとうございます。はい、もう今の時点で全然予測不可能ですね。はい、はい、全員ですから。全員。最後の中で一番、俺最後の人一番いじりますから。はい。カブちゃん行くか。はい。最後ですよ。最後だ。カブちゃんはもう知ってるまで散々いじってるから。僕は知らない人をいじります。はい。楽しくて、はい、一生心に残るのは今日一生心に残ってほしいと思ってますよ。でしょ、でしょ。はいはい、大好きでした。カブちゃん次にね、お願いしますよ。はい、カブちゃん次第なんで。私次第、はい、完全に相手に依存していきますんで。はいはいはい、眠くならない。眠いんですか？眠いのわざわざ来ていただいたんですね。多分大丈夫だと思います。はい、はい、強ポン強ポン。世界で美味しいものが食べられる。なになになに、美味しいものが食べられる。なんか出るんですか？なんか出るんですか？出ないです。はい、濁り茶で濁り茶で、はい、我慢してるかもしれないですけど、美味しいものダメにしたんですか？そうですね。じゃあ飲み会まで我慢して。はいはい、他に、はい、先生が本質を知っている。本質ですか？何の本質？気象学校って言ったらどうか。はぁはぁ、もうすでにその本質を理解されてる感じで。相当古いから。あ、最新は知らない。じゃあ結構もう気象の業務いろいろ使われてる感じですか？いや、全然やってないけど、はい、あのなんて昔業界に行ってた。そういう方もおられるんですね。なるほど。手強い人来た。はいはいはい。はい、
オタク？オタクですか？何オタクですか？いやいや、嫌ですよ。雲オタクなんですか？例えばこの雲のこういうところが私たちのオタクとか、雲オタクの私としてこれで押し一押しみたいな感じですか？来た、喧騒論ね。はい、わかりました。いや予測不能ですね。はい、はい、はい、いいですね、いい感じです。あと何人ぐらいですか？10人ぐらいですか？はい、謎ですか？ああ、ありがとうございます。なんでこれって感じですか？普通スライド見たら大体内容分かるじゃないですか。そこら分かんないですね。でもわざわざ見てくださった。てかメール読んでいただいて、メール来るのかって感じですね。びっくりしましたね。はい、ありがとうございます。はい、はい、難しいことを、まあ、簡単に話せるように難しいことを簡単に話せるように、なんか人に使っていけるようにな、はい、例えばどういう難しいことを簡単にしたい、忘れちゃったんですけど、エマグラムの読み方とか。エマグラムですか？私をお持ちの気象業界の野村さんなんですね。盛り上げましょうか。どんな感じ盛り上がるって、どの辺でどういう感じで盛り上がったらいいですか？まあ、一般の方にやっぱり知っていただくことで、まあ、どうしてもその専門的じゃないよっていうのを、まあ、こういった場で、はい、一般の方って自分が予報士持ってないし、その業界の気象業関係の業界じゃないし、まあ、いわゆる一般だっていう人います。あ、この人たちが盛り上がればいいんですね。はい、どんなのがいいですか？営業トークが一人よがりでできる。一人よがりでできるお客さんは、はってこう思ってくれる。これは何だって思ってくれる。そういうのが一人よがりの営業って受けるんですかね？受けるかも分からない。やってみないと分からない。で、普段はこう心優しい営業投稿されてるんですか？ちょっとたまには推しの強いものを見たいという感じですか？はい、ちょっと最後にわざわざここを残してはい、はい、また来たくなる。また来たくなる。だって、ここの人なんですよね。あ、なるほど。タレントカフェをなんか自分でやったりとかしないんですか？何も予報士でもないので。あ、そうなんだ。だけど
あの山本線のああいう流れてる企画とかを撮ったりするんですね。はい、いい感じです。そういう人がサイエンスカフェやった方がいいと思います。だってより一般の人に近いってことですよね。はい、はい、何何ご褒美が欲しいんですか。ご褒美、ご褒美もらいにサイエンスカフェに来る人がいるんですか。初めて知りました。ありがとうございます。はい、はい、久しぶりやさい、久しぶりやさい人ってどんな感じですか。人それぞれね、親しみやすいと思うポイントで結構いろんなあるから感じるところだと思う。はい、はい、どういうところで親しみやすいなっていう。笑顔が多い方がいいですよね。はい、はい、あれもう最後かな、だいぶ使いました、ね、はい、はい、はい、最後になりました。今夜の夢でもう一回ね。はい、再現してください。いやー、どうかな。なるほど、夢にまで出てくるようなサイエンスカフェ、はい、あったら行きたいですよね。はい、ありがとうございます。なんかみんなたった一個のタイトルにものすごいいろんなことを求めるんですね。はい、で、まあ、最初ちょっと一通りね、自己紹介とかしていただいたりしたと思うんですけど、僕の自己紹介をちょこっとしてですね、今日、1枚紙を僕からお配りしてるんですけど、まあ、そこの1番目のですね、ちょっとバカみたいな質問ですけど、まあ、とりあえず春夏は聞く、どれか好きな季節を決めていただいてですね、その後ちょっとまたいじっていきたいと思います。今日は基本的にですね、僕が喋るより皆さんも僕がいじるような感じでしていきますんで、はい、そこだけちょっと決めといてください。まあ、そんなに難しく考えなくても、私、まあ、ご紹介もいただきましたけど、茂木小作と申します。年は39歳ですけど、気持ちは死ぬまで18歳のノリで行きたいな言い始めてですね、これを20年ぐらい言ってるんですけど、ダブルスコアを超えてしまいましたけど、いや全然まだ大丈夫です。はい、で性格は見ての通りですね、こんな感じですけど、英語で人に伝えようとすると結構難しくて、スーパーオプティミストっていうと結構誤解されるんですけど、研究者としてはちょっと若干問題児とも言えるかもしれませんけど、まあ、こういう性格なんでしょうがないです。で、まあ、こんなのにどうして、これちょっと知ってる方いらっしゃいますかね。あ、どれくらいですか。はい、まあ、ちょっと NHK の、まあ、子供向けの番組こんなのに出させていただいたりしてたので、まあ、性格が軽いっていうのはこういうことですっていうですね、コンテンツにしてもらったかなと思うんですけど、まあ、後でこれウェブで公開されてるので、まあ、一応中身はそこそこ真面目なことも言ったりはしてますけど、まあ、子供向けだとこんな感じになるよねっていうのをですね、まあ、ちょっと僕なりに試してみたコンテンツです。まあ、もしよかったらですね、はい、10分ぐらいまで。僕が一番人生で恥ずかしかった瞬間ですけど、まあ、研究の話と、まあ、それこそサイエンスカフェもそういうコンテンツだと思うんですけど、一般の人をどうやってつなげるかみたいなのを、まあ、NHK の人もいろいろ悩んでて、こいつをどうやって使ってやろうかみたいなので、こういう番組にしたっていうですね、まあ、10分ぐらいのネタなので、まあ、もしよかったら見てみてください。はい、で、まあ、こんな感じでですね、ずっと、2年ぐらいずっと再放送されたりしてるんですけど、まあ、京都生まれ、新潟育ち、まあ、こういう、まあ、経歴はいいんですけど、経歴によって僕は天気とどう付き合ってきたかは、結構その人の
あの付き合ってきた電気ってその土地によるじゃないですか。なのでちょっとこの辺も言ってきますけど、まあ、あの明大あたりですね、あの僕がバイオ前線の研究をやり始めた話なんですけど、まあ、自己紹介を200ページにわたってした本なんですよこれ。まあ、バイオ前線の正体っていうタイトルの茂木耕作の正体みたいな中身で、あのさっき失敗談が聞きたいとおっしゃった方いらっしゃいましたけど、まさしくですねこれ失敗談だらけの本なんですよ。でこれでも失敗談をなんで僕が書いたかっていうと、あの失敗がまず最初にあってそれを克服していくプロセスのところになんていうか、まあ、研究があるんですけど、意外とその研究ってそのこれできたとすごいだろうっていうところしか見えてこないので、あのそういう本ばっかりなんですけど、それだと僕もちょっと飽きてきてですね、こういうのがあってもいいかなっていうので、まあ、こういう本をちょっと出させてもらったんですね。で、もう一冊はこれは結構まともな本で、まあ、そのうちの5章の梅雨の研究だけを僕が書いたってやつなんですけど、まあ、こっちはちょっとどっちかっていうと、まあ、まさしくまあ読み物ですね、本当に一般の人に読んでいただくような読み物なんですけど、まあ、これもちょっと、僕なりにサイエンスカフェを意識したコラムをちょっと一つ入れててですね、でサイエンスカフェとは何なのか僕出たことないから分かんないけど、こういうものらしいでもねっていう話をちょっとこの中でしたんですよ。でそれ以降やってる活動があってですね、でまあ、そんなこんながあって今日に至るんですけど、でもいよいよその本の中で書いてた知りもしないで書いてたサイエンスカフェを今日やるんですけど、それでですね、まあ、今日はスピリチュアルな話になるかどうかは分かんないですけど、僕がちょっとタイトルにこうサブタイトルにちょっと怪しげなタイトル入れましたよね。覚えてますかね。電気とは、まあ、僕がですね、ある小学校の授業に呼ばれた時に天の神様の気持ちですよと子供に言ったんですよ。それで、まあ、電気予報ってみんな、まあ、見てるかどうか知りませんけど、あれ見ておくと何がいいかって言ったら、まあ、小学生なんで天の神様からの連絡書は見といた方がいいというような話をしたらですね、まあ、結構子供たちは連絡書は確かに見た方がいいみたいな見ないと宿題忘れるみたいな感じでこう割と落ちてくれたんで、うん、これはまあ、一つの見方かなと。でこれはまあこれでまあ、ちょっとメール読んでくれた人どれぐらいいるか分かりませんけど、まあ、僕が最近ちょっと、まあ、神様が何なのかみたいなのはその国によって宗教によって違いますけど、まあ、日本でいうと神様ってこういう、ね、雷様がいたりお天道様がいたりいろいろしますけど、それをこういろいろ結局なんかそいつの性格をたどっていくと、あ、まあ今の科学で言うところのこれだなみたいな置き換わりがこう結構ちゃんと対応があってですね、それなかなか面白いんですね。でそれを言ってる前昔の偉い人とか寺田虎彦とかっていう人の話とかですね、結構最近興味があって、まあ、そういう言い方がするようになってですね。で、まあ、じゃあそうやって置き換えていくと結局天気予報って何してるのかって言ったら、天の神様がこう毎日つぶやいてるのを、まあ、聞き取ってそれを拡散歩きしてるっていうのが天気予報なんだなと思ってもいいわけじゃないですか、はい。でまあ一番とにかくできるだけ RT されるようなちょっとキャッチーな言い方をする人が あいつの言うことはすごいみたいな感じになっていくんだと。でフォロワーが多い方がきっといいんだと思いますけど、で、まあ、そういうのを業務にしてるのが、まあ、このフロアの会社だったりするわけですけど、で、まあ、僕はですね、まあ、その業務ではなくて予報を毎日やってるわけじゃなくて、まあ、予報をやるための、まあ、学問バックグラウンドみたいなのが気象学っていうのがあるわけじゃないですか。でそれは何なのかなっていうのをこう考えたら、まあ、要するにその、まあ、自然界にいろいろわけのわからない神様がたくさんいてですね、
いろいろやらかすけども、でまあ普通に考えてもこう普通に生きててもなかなかわからないことなんだけど、まあある程度分かった、こういう性格じゃねえかなと押し量って日本語に訳して、まあこうだろうと、大体合ってるでしょこれでっていう翻訳アプリ、まあでも未完成なんですけど、まあそれが結局こういう学問と呼ばれたり、固く言えば学問だし、まあ気楽にといえばそのね、携帯のアプリだったりするかもしれませんけど、そういうものを僕がやってるのかなと思います。で、まあでもこれはですね、気象予報士とか、まあ、気象予報士持ってらっしゃる方どれぐらいいるんですかね。あ、結構いらっしゃるんですね。気象予報士僕は持ってないんですけど、取ろうとしたら結構大変じゃないですか。すごい大変ですよね。僕はもう教科書を見ただけで、試験問題を見ただけでうわってなっちゃうんですけど、これ学問として全部インストールしようとすると、こう端から端までインストールしようとすると、まあとにかくヘビーなんですよ。はい。なんで普通の人は無理なんですよね。何もそのおいそれと、だから一生懸命10年勉強するっていうのは別ですけど、そんな変わった人はなかなかいないんで。で、まあ、こんなヘビーなアプリをみんなに使えるというのは酷な話なんですよ。だけど広げたいし盛り上げたいわけじゃないですか。だから気象業界さんもね、いろいろ努力されてるんだと思いますけど、で必要パーツだけ僕がインストールできればいいと思うんですけど、必要パーツが何なのかが分からなくて困ってるんですよ、多分。はい、多くの人は。で、まあ、僕はまあ必要か不必要かみたいなことはあんまり考えたことないんですけど、で考えないで気づいたら気象学をやってた方なので、みんなにとってじゃあ必要なのは何なのかみたいなことっていうのも僕らがあんまり考えたことないんで、逆に今日はですね、これ、まあ、いろんなこう世界一何々なんだったらいいみたいなのを言ってくださいましたけど、必要って何なのというのをちょっと聞きたいなと思ってます。そうすると、まあ、自分がどんな天気に愛されたいのかもあると思うんですよね、結局ね。で、まあ、もしかしたら憎んでる相手もいるかもしれませんけど、まあ、その辺も含めてちょっと技術に変えれるかどうかっていうのは今日の、まあ、予測不可能なんですけど、今日の僕の、まあ、実験ですね、これは。いわゆる、はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、自己紹介になったかどうか分かりませんけど、ちょっと今からですね、まあ、30分ほど経ってしまったので、皆さんちょっと座ずっと座ってるとあれなんで、一回また立たせるんですけど、ですね、春夏秋冬を書いていただいたと思うんですけど、春の人ちょっとこっち来て